解禁後ちょっと外は雨が降っているがもう止んでいるだろう。そのわけで東京空町まで自転車で行ってこちらの時計にもう一個穴を開けてもらう。というのも見ての通り私はたくましい腕をしていない。ちょっと今この開いてる穴だってね、ゆるゆるなんだよな。もう一個穴が欲しいんだ。東京空町行くよ。絶妙な雨だな。なんなら気持ちいいわ。だったら気持ちいい顔しろってな。さあ到着。天気悪い、色気もない。なんかやっぱこのちっちゃいチャリ買って正解だったな。状況の時こういう時ほんとめっちゃ便利。完全に寄せれてるけど、要は3連休なんだよな。にしては空町人少ねえ。ゼミランドとかもそうだけどさ、関東ってなんかよくわかんないけどお休みの時ほど人いないよね。さあ北線を越えた先にあるこちらのムラベルトという店でございます。完璧、ちょうどいい。さあそして8時半からチェルシーの試合があるのでマジで急いで帰らないといけない。俺の番号は何番？43番。はい、表示された駐車番号でご利用ありがとうございました。よし、帰ります。